500円のやっぱり、はい、あれ、あ、両替、はい、あ、はい、あ、はい、すみません、ありますね。バス停、交差点にバス停もある。違うか、 あれで駅だよ駅だよ、まさかの、駅入り口とか何も書いてないよ。いや、面白いね、やっぱ来てよかった駅だよ、駅、方向合ってるかな。単線だったら方向間違ったら逃げないもんね、逆行っちゃうもんね。駅っぽどこで、あ、切符、あ、すげえ駅だよ、これ半端ないね、これ。どうしよう、間違えたら逆行っちゃうってことよ、はあ、ちょっとすごいね、私と駅で一駅になってるね。
電車の中で買うんだ。今鳥羽までしか行かないんだよ。鳥羽で乗り換えないと中野里もできないんだ。まあ、3時10分で乗り換えて、まあ、できれば3時半ぐらいまでに水族館に着けば1時間半見える時間あるけど、はあ、仕事がない休みってもっと早く分かってれば出かける前に確認していけばね。かといってね、休みって最初から分かってるとね、遅くまで寝ててね、起きられないから、ね、仕事だと思って起きて、ほんで準備する前に電話して来ればよかったね。あ、乗り換えなきゃいけないんだ。これ乗り換えだよね、乗り換え。ってことが分かった。バスのが、この歩きの距離が短いよね。駅まで 1.5 キロとか歩いたけど、それが100メートルとか300メートル、合計300メートルぐらいで済む。真珠の、なんだっけ、真珠島の、あのフェリー乗り場の方かな。あの辺からバスが出てて、そこから池之浦まで行けば、寮の近くまで行けるので、それがね、320円かかる。だから片道320円だから、往復で640円かかっちゃう。とことは、駐車場400円のが安い。で、ガソリン代もかかるからと思ったけど、400円だったら、620円だから、220円、ガソリン代220円で済めば、同じ。そうだよね、電車来そう。あ、来るのか？まだね、3分とかそんぐらいなんだけど。10分発だから。逆から来た。逆から来たよ。逆方面。あ、ここ各駅停車だから、あいつ通過の電車がいるんだね。そういうこと。結構面白いね。本日、松阪地区強風の影響により、現在 JR 三号線では上下列車とも10分程度の遅れを持っている。10分、20分だ。マジかよ。ただいま伊勢市駅14時56分発普通列車亀山駅、まもなく伊勢市駅を発車いたします。また下り14時57分発普通列車の鳥羽駅につきましても、こちら伊勢市駅を発車いたします。本日は列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。56分ともう2時過ぎ、3時過ぎてる。ホームページより各線区の運転状況および列車の主な位置状況の確認ができます。ご利用ください。本日 JR 三宮線では規制線松坂地区強風の影響によりまして一部列車強風で電車止まっちゃうんだね。遅れが出ております。本日は列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。到着までしばらくお待ちください。マジか。まあいろいろトラブルがあるね。電車ってこうなんだな、遅れるんだね。バスが遅れるのは分かるけど電車が遅れるんだね。すごいね。結局あの乗り換えだから190円じゃなかった。鳥羽で乗り換えだから鳥羽であの松下から鳥羽まで190円、金あじゃあ三宮線が190円で、鳥羽から中野里まで190円、近鉄合計380円。なのでバスのが安い。バスだったら歩く距離も短くて320円、バスが安い。でそれよりもっと安いのが車で行って400円のところに停めるのが一番安い。ただ駐車場からちょっと歩くけど、あのバス停まで歩いたりとかそういうことを考えると、まあ駅まで歩くよりバス停の方が近いけど、バス停まで歩くよりさらに駐車場から歩くものが近い。なので駐車場、400円、1日400円ってところがあるので、そこに止めた方が早いと、そういう結果に至りました。何で行けば一番早いのかなと、電車がねいいのかな、安いのかなと思ってたけど、全然ね車の方が安かった。そしてバスの方がもっとね電車よりは良かったということですね。こうやって遅れるんだもんね。いやー3時もうね10分過ぎてますね。3時12分ぐらい、10分の予定が。でも3時20分ぐらいに着いたとして、鳥羽まで、まあ、25分とかに着いて、で乗り換えで3時4時に着くかな水族館に。やめるかな。でも交通費かけてわざわざ行くわけだから、まあ水族館はね行くかな。水族館か。1時間前までにね行かないといけないんですね、鳥羽水族館。2500円もする。1時間前までに行かないといけない。4時までに行けないと入れない。入ることすらできない。
まあでもね、2500円も払うんだから、もっとね、時間かけて行った方がいいけど、本当はね、踏切になってる、来たかもしれない。どうやってね、切符がね、切符を電車で買うんだよね、多分。電車の中で切符買うの。どうやって買うんだろう。あ、終わった。どう変わったよ。あ、来た来た来た。来た来た。来たよ。来た来た来た。あ、ちょっと自撮り棒とか買ってよかった。4時に着いたとしても間に合わないじゃん。もう間に合わないことがあったので、バカだね。しかも100円落とした今日は。明日出なそうかな。あ、とかね、どっちみちね、入れないか、入場できないから、出直しだね、もう決まり。出直し決まり。鳥羽水族館の電車とバスの行き方ってことでね。この鳥羽駅。もうね、4時に間に合わない。間に合わないことが分かったので。で帰りはね、バスでね、帰ります。行って帰ってくるだけかよみたいな、ね、真珠島からちょっと鳥羽駅まで歩こうかな。そうするとバスもっと安くならないかな。安くなれば、そしたらあの真珠島のあの辺のなんか店をちょっと見てこようかな。本当はそこからフェリーも乗り切ったらフェリーも終わっちゃうし、終わってないとしても遊覧するにはイルカ島とかで遊んで帰る、あのね、いろいろ遊んでってのは変だけど、イルカ島とかでイルカちゃんとね、あの戯れたりする時間がないとね、困るので、どっちみち朝から行かないと損なので、まあ、次はね、明日早く起きれるかどうかわかんないけど、明日なるべく早く起きて、本当はね、今日水族館行って明日フェリーのつもりだったんだけど、まあしゃあないね。明日は車で1日400円のところに停めて、今日はさっさと帰って、暗くなる前にさっさと帰って、どうしようかな。帰ってとか、いや帰らなくてもいいんだけど別に。そうね、ゴミ袋をね、買ってこよう。ゴミ袋ちょっとね、隣町いつもね、鳥羽ばっかり行っちゃうから、伊勢のね、ゴミ袋を買いに行かないといけない。名古屋駅特急、よっしゃ、こっちか、こっちか、こっちか、よしよしよし。
ってもか、こっちが、あ、こっちが飛ば、え、ここから歩けば、え、歩けば行けんじゃん、これ歩けば4時に着くんじゃん、これ。ここから歩いてね、9分なので間に合う。ちょっとね、払い戻しできれば歩けていこう。払い戻しが完了したので、どこだ、こっちから、どこだろうな、水族館、どっちから行けばいいだろう、トバマルシェのここに、トバマルシェに出た、トバマルシェのとこ出た、ここから歩いて水族館まで9分、間に合うかな。そう、ギリギリだ。さっきあんなとこで待ってなければ、即行ってれば。この発想の転換がなかった。このね、あの電車がね、いなくなって、この景色が見えて、あ、こっからだったら歩いていけるなと気がついた。駅前にこう、飛ばない駅、駅前にね、駅前がどういう景色か分かってるんだけど、いざ景色を見てみないと、歩いていけるって発想に到達しないの。歩けばあれ、見えるんだもんね、あんな。めっちゃ近いの。電池が足りるかどうか一応充電しながら、あ、歩けばこんないい景色だよ。いつも車だからね、よくわからないで、鳥羽駅前で、こっちも歩きだと、マスクがあっちや。でも払い戻しもちょっと渋々って感じでしたね。なんか普通、割と普段返金とか返品とか別にすんなりやってもらってたから、で運賃で返金であんまり渋られると思わない。渋ったわけじゃないけど、え、なんでですかみたいな感じで、水族館行きたいけど時間がね、ギリギリで間に合わないってことは分かってるし、電車が来ないってことも分かってるから、水族館行きたいんですって言ったら、それで、あ、じゃあってことですぐ返金してくれたけど、その事情、そういう事情は瞬時にして理解してくれるとこはさすが地元ですよね。電車はもう30分後まで来ないと。電車に乗ったんじゃ間に合わないってことが分かってる。そして、歩いて行けば、ま、10分程度で行けると。歩けば今からならギリギリ間に合うと。どっちのが早いのかってことで瞬時にしてそれを理解してくれたと。だから返金 OK ですよって言ってくれる、そこがね、すごいとこですよね。瞬時にしてそれを理解される、そこはすごいなと、さすがと。ただ返金に対する意識っていうのはやっぱりちょっと厳しい、渋るってとこあるんですね。もう埼玉県あたりだとね、無条件で返金とかね、返品とかされるんですよ。理由は聞かずにね、返品したいんですって言ったら、なんでとか聞かずにね、色がちょっと、この靴下とか T シャツをちょっと、返品したいんですよ。なんでですかとか言わない。サイズが合わなかったからとかね、色がちょっと違うからとかね、ここがほつれてたからとか、そういう理由を別に言わずにね、ただ返品したいんですって言えば、あ、そうですか。それね、返品できたりとかするんですね。ああ、そうそう。なので、ちょっと普通に返金したいんですけど、って言ったらね、さすがにちょっとね、ダメだったので。あ、そうそうそう。これでね、イルカと、そうそうそう、ここからね、乗っていくわけですよ。こうやってと間に合わなくなっちゃう。1500円なんで、え、何これ、島巡り。無料駐車場ありだって、マジ。無料駐車場ありなんだ。あ、本日運休だ、1500円。あ、あるんだ、そんなの。あ、その方がいい。あ、そんなのあるんだ。あ、
そっちの方がいいのかな。なんか言い方も行きたいけど、時間ない時とか、もっと安くて、ただの遊覧船でいいんだけどなって思って。しかも、無料駐車場だったら、あ、いいな。それ行こう。パールタウン。ここにね、時間が余っちゃって、昨日ね、行った城山公園、そこにあります。城山公園もね、せっかく電車で来たんだから、城山公園もね、できれば行ってきたいね。足湯じゃないか、あれ。足湯っぽいな。帰りにちょっとね、かわいい。かわいいよ、これ。ちょっとこんなことやってる暇あるの？水が出なくて。営業中、営業中だからいいと思って帰りに寄ろうなんて思ったら閉まってくからね。きっとね、帰りになったら閉まっちゃってる。きっと閉まるの早くね。新人王戦休憩室あれ、足っぽいね。どう見ても足湯だよ。でもあっちまでどうやって行くんだろう。足湯じゃないかな。城山公園の、城山公園から行ってる。あっち側に渡れないの。どうやって渡るんだろう。あ、こっから。あっちかも、あっちだ。あっち来た。よし、来たぞ。美味しそうな。